ないみたいだね。あったまれる場所を探して、うらその後どうするか考えよう。あー、嫌な予感がする。何？ワイトか何か？手に誤解して、今度は嘘つき呼ばわり。救おうとしてるだけなのに、クソ親父。やっぱ、これじゃ凍える。
Ah!
アースガルズに行けば予言通りになって父上が死ぬ。でも家に閉じこもってちゃ父上を守れない。アースガルズにいればオーディンを監視することはできる。それで計画を暴いて裏をかくんだ。アースガルズなんて行けるわけないのに。待った、あれって赤い葉？フレイヤの家だ。大変だ。チョーリー、そんな、チョーリー、お願い目を開けて。チョーリー、このままじゃ家に入れないんだ。立ってくれる？チョーリー、立ち上がるんだ。立ってくれなきゃ助けられない。ヘイムレ、ヘイムレ、よし、いい子だ。そうだね、分かってる。ここ寒いな。フレイヤは戻ってないの？そっか、僕たちを追ってたから。ほら、温めてあげる。ガラクタを使えば火を起こせるはずだよね。一度も家の様子を見に戻ってないなんて、君をほったらかしてさ、言い訳にならないよ。
あったかい？どこに行こう？ここにいたら父上が死んじゃうんだ。僕にもできることがあるはずだよ。大丈夫だよ。迎えに来たんだ。心配ない。多分ね。よし。いいよ。連れてって。冬の前に泳ぎ方覚えときゃよかった。誰か、ねえ、来たよ。オーディン、ねえ、ここアースガルズ？壁がアースガルズだ。待って、今行くよ。おっと、機嫌悪そう。
見えないくらいバカなことしたかも。でもこれで父上が救えるなら。おい、ハラス、どこ行った？今行くってば。ここ通り抜けないと。壁を越えない限り目的は達成できないんだ。ここか。オーディンに何て言おう。あ、どうも。あなたの弟子にしてくれます？でもそのあなたに使えるとかそういう意味じゃありません。予言ではそう描かれてましたし。
向こうは安全だよね。待った、どうやって壁を越えよう。クリムスルの話には出てこなかったし、壁の弱点を知ってるのはフレイヤだけのはず。聞いとけばよかった。そうだ、なんでフレイヤがあの家に引っ越してきたってこと？まあいいや、集中しなきゃ。父上なら刃で焼いちゃうんだろうな。でも僕じゃ。ああ、弓の刻印が使えるかもな。ブロックなんて言ってたっけ。使おうか。なんとか茨に炎を広げられないかな。待った、あれって人の声だよね。どうした、お前迷子か。ああ、場所を確認してただけ。こっちにはでっかい壁しかないぞ。どこかに門はないの？ないよ。お前がアース親族なら話は別だろうけど。僕、いや出身はミズガルズ。え、一緒か。オイラはスキョルド。ロキだ。待った、みんなミズガルズから来たの？そう、主神が後輩から救ってくれてさ、住む場所までくれたけど中には入れない。魔法出なきゃ町には入れないのさ。まさかお前魔法使えんのか？まあ少しはね。んじゃ壁も通り抜けられんのか？それは無理。ああ、登っていけば入れない。あれを素手で？無理無理、死んじまうぞ。ああだよね、すっごく高いし。でもオーディンが待ってるんだ。待った、主神の知り合いか？彼の弟子みたいなもの。おったまげたぜ。何を教わんだ？わからない。弟子は何人いんだ？さあね、いつまでいんだ？わかんねえのか。それじゃ壁登ってくる。そうか、そりゃ見物だ。手伝うか？ありがたいけど、でも一人で行くよ。別に一緒に登るつもりはねえよ。主神は命の恩人だが、命を差し出すつもりはねえ。別にお前が落ちるとは言ってねえけどな。ありゃ風銀か、お前の案内役？誰？そんじゃロキ、お前はいいやつそうだし、死なないよう祈ってるよ。ありがとう、頑張るよ。絶対に下見たりすんなよ。下見たって平気だよ。どれだけ進んだか分かるだろう。いい度胸だな。今のがお前の最後の言葉になんねえといいけど。何？いや、なんも。その調子だ。
だといいな。ありがとう。これくらい楽勝だよね。大丈夫。とにかく登るぞ。次はどこ？ねえフギン、暇つぶしに何か面白い話してよね。だよね、そう言うと思ってたよ。行くってば。あの鎖を下ろそう。なんで君の声は聞こえないのかな。オーディンには聞こえるんだろ。うちに来たのは君だよね。君と君の兄弟かな。今のははい。深呼吸して行くぞ。やった。ここまで来ればもう平気じゃないか。ねえ、通してくれないかな。ダメ？仕方ない。
はいはい、上ね、わかった。側もやらなきゃ。よし、あっ、いつ起こった。やった。飛べないなりに努力してるんだよ。近道はなさそうだな。あと少し登れば着く。少しじゃないかもしれないけど、でもここまで来たんだ。ねえフギン、お話ししてあげるよ。ある日ロキという巨人がオーディンに招かれてアースガルズに行くことになりました。そしてロキはオーディンに試され、フリムスルの壁をたった一人で登らされたのです。そこでロキは、そこでロキは登り続けたのです。脇目も振らず登りました。腕が痛くて指から血が出て息苦しくなっても、ロキは登りました。一歩ずつ確実に登ったのです。頂上を目指して、登る、うん、よし、いいぞ、その調子。ほら、止まっちゃダメ。うわっ、脅かすなよ。絶対できるはずだ。あともう少し。
様、この巨大な壁を見てなお来訪者が歓迎されると、まさか本気で思っていたのか？招かれたんだよ、オーディンに。主神にだと？そうか、ならばなぜそこにぶら下がっている？オーディンに聞いてみたら。なるほどつまりアース神族のオーデン、中心オーディンが貴様のようなゲーセンに用がある。あんたには関係ない。身のほど知らずめねえ、引っ張り上げてくれない？それは無理な頼みだ。むしろ落としてよ。待って、早まらないで。ああ、それがいい。じゃあ待ってくれ。勝手に客を殺したって知られたら主神が激怒するだろう。僕はヨテンのロキだ。ヨテン、我らの敵の。僕は敵じゃない。それは俺様が決める。ついてこい、ヨトゥンのロキよ。それギャラルホルン、君ヘイムダル。いかにアースガルズを堪能しろ。よそ者は滅多に見られんぞ。巨人ならなおのこと。盗めるものは手当たり次第盗むのか。主神もさぞ感心するだろう。はあ、さっさと質問したらどうだ。質問するってわかるの？それが仕事だ。次の質問。仕事って？この地を厄介事から守ることだ。会ったばかりなのに厄介ごと呼ばわり。己の力を証明しようと躍起になっているのが見え見えだから。息子に満足できぬ父親の影に囚われているせいか。そんなとこ。さらに付け足すとすれば、貴様は実に無礼で尊大で直情的だ。知りもせずに人助けもするよ。ああ、ここへも人助けに来たのか。いや、違うな。貴様が助けたいのは自分だけ。欲しいものを手に入れるために人をたぶらかしに来たんだろう。貴様は幼い、壁を登る間に声変わりはしたようだな。その心は実にひねくれているようだ。狩人の姿を借りた火種に過ぎ、その口を開けば途端に都が燃え上がる。アースガルズに不幸を呼び寄せるだけだ。とはいえ、主神を支えるために来訪し欺く意志もないのならば、貴様も味方と言えるかもな。グルトップよ。よーし、いい子だ。大好きなご主人様だぞ。ドラゴンを手なずけたバルドルにも負けてないね。バルドルは火傷の心配をする必要もなかったからな。俺様はこの知恵でこいつらを支配している。あれ全部アース神族の神様？何？アース神族が皆神だとで？スキョルドから聞いて。ほう、どこの馬の骨とも知れん。スキョルドとやらがアース神族の権威だ。アース神の俺様を差し置いてか、
貴様にアース神族の何がわかる？いろいろ知ってるよ。壁は巨人が作った。巨人が巨人をせき止める壁を作っただと？サムールの息子フリムスルが壁を作ったんだ。ほう、ぜひともいつかアースガルズのねじ曲げられた建築史についてご講釈願いたいものだな。あれがオーディンの宮殿。宮殿？主神ともあろうお方が人間の長のように上辺を気にするとでも？ああ、しないんだね。あれこそは偉大なる館。主神御自らお立てになられた館だ。期待外れて失望したか？真の力はひけらかす必要など一切ないのだ。ひけらかさずとも叱るべき時に言言する。そうは思わんか？おい、貴様ら、練習台を連れてきたぞ。オーディンに合わせてよ。我らを欺かんとする貴様の魂胆、そんな輩を主神に近づけるわけにはいかない。まさか今のがこっちを引く。滑稽だな。押すわ。いいぞ、思い知らせてやれ。様は構わない。実のところこれっぽっちも気にならん。まさかそんなもので身を守るか。本物の盾を持つ力すらない。うわ、一体どうなってるんだ。絶対オーディンに会ってみせる。墓の中からご挨拶すればいい。あ、わけわかんないこと言うな。は、話にならんな。この程度か。よく死なずにここまで来られたな。おい、まさか姉妹か。貴様の力はその程度なのか。予定。正直に言わせてもらうと、貴様には心底がっかりだ。そのまま寝そべっていろ。くそ。やめておけ。腐っても出身の客人じゃ。なんだか酒臭いな。それ以上近づけば後悔するぞ。はあ？どうやって俺様を止める気だ？わしの目を見ろ。うぬならわかるじゃろう。この
ですが。ロキ、来たのだな。心から歓迎しよう。ヘイムダルと会ったようだな。あやつは心が読める。主神、そいつはペテン師です。わしの客人である若者が泥だらけのようだが、どういうことだ？裏切る気なのです。え、裏切る気だと？そうなのか？からかっただけだ。この子が裏切る気なのは承知しておる。この子からすればわしは敵も同然だ、今はな。だがわしならお前の疑問に答えを与えてやれるはずだ。まだいたのか。もうよい、下がれ。御意。お前も着替えてこい。ですが主神。まったく。さあ、そう騒ぐでない。出会い頭にわしを殺すつもりだったのか。それ見ろ、これでもまだ不満か。もう下がれ。勘はいいが気難しい男でな、時折考えることを忘れるのだ。行かねばならん場所がある。来なさい。